暗号一石は、北大城三人、獅子文六氏との対談で、熱海の福島恵子女子は、アメリカのパン、あんなもの問題じゃない。金魚の餌でしょう、と単価を切っておられたが、その味覚識見はさすが見上げたものだ。そうはっきり言ってのけられるだけのパン食通は、ザラにあるものではない。うちの親父、福んのこと、わたまねぎや肉のいっぱい入っているオムレツが大好きなのよ、と田舎者扱いするところなど、女子もなかなか隅に置けないお人だ。ところで、この私は、幼年時代から70年の長期にわたって、日本料理を研究し続けているので、普通人とは少しばかり違う何かを持っている。さて、そのうぬぼれで女子の日本料理観を随筆から探ると、まるっきり外人の日本料理観としか受け取れない。覚え盛りを13年、日本を留守にした人のことであるから無理もないが、それにしても経験の浅さが、何を恐れるところなく筆を走らせているかのようだ。元来日本のことは何事によらず難しいことであるが、とりわけ美術と料理は難しく、暗い人心を極めたとて、美術と料理はわかりにくいようである。その難問題をいとも簡単に勘どころをつかんで解き起こし、解き去られるということは女子の聡明さを証明するものであろう。欲を言えば、今少し急がず落ち着き払って経験を積まれたら、味覚界で末恐ろしい人になるのではないかと思っている。だが、熱海でのワニの話のようなものは、猿も木から落ちる例えのように福島女子の計らざりし不覚であろう。女子が K さんというワニ屋からもらったという偽暗号の件は全く外人的で、暗号に対する彼女の無知、無経験が生んだナンセンス。おかしくておかしくて、その無邪気さに一時笑いが止まらなかった。偽暗号を送った K さんは、元よりワニのつもりで女子の不在中に置いていったらしい。計算はワニの死肉だけを一遍持って、相手をたぶらかさんものと舐めてかかり、彼女も一応引っかかってしまったのであるから面白い。その人を知らんとほっせば、まずその友を見よ、というところである。ワニは知らないが、もともとアンコウという魚は、鍋料理にすると素敵にうまい魚である。脂肪、ゼラチンに富んでいて、なかなかシャレた食べ物である。ザラにある魚でありながら、鍋料理中最もおつなものとされ、高級層にも下級層にも賞味されている。しかも、それが骨以外捨てどころのないという魚で肉を除いてはことごとくうまいところだらけである。この点、珍しく画族混合の趣味を有し、味にも、見た目にも、ユーモアたっぷりで、親しめることおびただしい。ところで、問題の白色なるアンコウの肉、食って食えないこともないゆえに、ことさらに捨てられもせず食用に供されてはいるものの、飛びついて食うほどのものはいない。イワンや肉だけを好んで食う者など一人もあるまい。私の経験から言えば、魚や二枚持って、肉はいらないよと断っているくらいだ。その代わり、他の部分は全部所望する。他の部分とは、釣り切りにした皮、ヒレ、臓物、とりわけ肝である。というわけで、肉が食いたくてアンコウを買うものはまずないであろう。計算側にの肉塊をアンコウと称して送ったかどうか知らないが、この話は点で問題にならないのだ。アンコウとして家中のものに与えるなど、いよいよ問題にならない。一見して変だとは疑いながらも、
訪朝したというところが、いささか外人的である。彼女が暗黒料理に少しでも知識を持っていれば、いきなり計算に電話して、バカ、の一括を食わしたはずである。皮はどうした？肝は、ヒレは、臓物は、と畳みかけて問いかけるに違いない。計算、あんたはバカだよ。暗黒の肉なんか、暗黒食いは昔から食わないと決まっていますよ。と叱りつけるところだろう。さて暗黒かな、などと思ってみる余地はないはずだ。済んだことは仕方がない。それよりは身近な日本料理、まずそれを知ってほしい。お気に入ること受け合いだ。手始めに私が暗黒料理をして、ご賞味願いましょうか。冬がいささか待ち遠しいけれど、